お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの 2.0 ウォールブレーカーにやっていきたいなと思います。で、こちらのね、デッキなんですけど、昨日ね、こちらのデッキで、こう、20勝無敗でね、チャレンジをクリアした方のリプレイをね、こう動画に上げさせていただいたんですけど、まだね、見てない方はもう、絶対に見てほしいですね。もうなんか、なんかね、わかんないですけど、本当に、気がほがらかになるというか、なんかもう変な感じになっちゃいます。はい。というわけでね、今日はこれ、僕がね、使っていこうかなと思います。で、昨日のね、リプレイを見た人にはね、さすがにね、それと同じレベルで、の試合を見せることはなかなか不可能かもしれないんですけど、まあ、できるだけね、まあ、近づけるようには頑張りたいなと思います。で、なんか、あの人たち、てかあの人、ウォールブレイカーって、なんか誰しもが、セパするものだと思ってたくないですか？初手。セパしないんですよ。もう絶対固めて出してたんですよ。なので、僕もちょっと固めてね、初手やっていきます。もう誰しもが絶対初手セパじゃんっていうね、感じだったんですけど、ちょっと違うみたいですね。なんでか知らないんですけど、本当に理由わかんないですけど、固めてましたというところで、え、待って、なんなら相手とほぼ一緒みたいな。たまたまか。なんか今んとこ、ファイブがあったんですけど、なんか雰囲気のね、こうデッキが結構一緒だったので、ちょっとびっくりしました。そう、ウッドからのヒースピで、いやー、ちゃんとね、処理してきますね。なんだこの相手のデッキ。なんだなんだ。なんか、高回転、ロイ、あーですね。そんな感じがしましたね。で、ここでもう一回行くんですね。もう一回ウォールブレイカーを飛ばす。よいしょ。これですね。サムエルさんがね、やってたの。こうすると、このウォールブレイカーが止まんない。うえ、お前止まんない。お前何やってんの？一体暴れすぎでしょ。さ、からの、なんならウッドで処理できるんですけど、トリトン来そう。あー、分かってた、分かってた、分かってたんですよ、皆さん。で、ヒースピンも来る。ヒースピンも来る。よし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 。おい。で、待ってからの、オッケーオッケー。いや、めっちゃいい、めっちゃいいよ、多分。結構ダメージ受けてる感ありますけど、言うて素晴らしい防衛してます。で、ISP を添えて、よしよしよし。これですね。だから、一周目の、てか、一回目のウォールブレイカーを単体ウォールブレイカーで、なんか、相手が対応してくるか、なんか来るのを、こう、あれですね。カウンターでディガーをつなぎつつ、二周目ウォールブレイカーをつなげていく。っていうような攻めパターンをしていた気がします。これちょっとウォールブレイカーで耐えて、一発入ると思ったんですけど、入んなかったですね。止まれ！おい！さあさあ、いやん、これやべえな、ちょっと。ちょっとやばいですね。相手、シンプルになんか、きつくね、これ。僕めっちゃ頑張ってますけど、これ結構きつそうじゃないですか。ウッド使った。お、でも？ ISP によって？おい！おい！いや、いい！めっちゃいい！めっちゃいいんだけどさ、これ、勝てんのかな？おい。で、ヒースピきます。ヒルスピ？ヒルスピ来ない？おい、耐える。いやー、この ISP、ちょっと良くないですね。もっと、絶対、完璧にできますね、ヒースピを。で、こっち側削っとかないといけないので、まあ、コウモリが入ってくれる？え、コウモリ入ってくれないとなんならやばいんですよね。あ、でも相手も、あれ？お、なんか、そんな折り方あるっていうような折り方になりそう。さ、勝てます。いや、これ勝ちましたね。うん。いや、素晴らしいんじゃね？これでも結構すごいですよね。うん。ギリギリね。ギリギリなんですけど、いいの。なんか、ちょっと僕も、そんなね、結構これきつそうだったので、勝てるとはね、と思ってもなかったというか、まあ、いい感じですね。で、このままちょっとね、3連勝、なんなら4連勝、なんなら5連勝していきたいと思います。で、上手い人がね、ウォールブレイカーをセパしてなかったので、僕もセパしないっす。セパした方がいい気がするんですけどね、本当に。で、26で、スケ受けされそう。アイゴレ受けかスケ受けを角にされそうなので、そうですね。ずらしていきます。なんかね、雰囲気26の香りがしてましたね。まあ、これ打ったかな。ワンチャン高めますけどが来ないかな。ほい。あ、いらなかったな。そう、ウッド裂いたので、これ、どうしようかな。よいしょ。スケコウモリの、これで、リガーで逆サイドのタワーのターゲットって、オールブレイカーウッドだけとかだったら、あー、タイヤ作ってくるか。これ、26、どうなんですかね。ウッドアイスピーで、毎回、保護完封しなければいけないっていう、結構、鬼畜ゲーな気もしますけど、頑張ります。
よいしょ、吹きや。でもこれにはウッドか。まあ、アイスピですね。ホグとかバルーンにはアイスピをどれだけうまく使えるかみたいなことにはなってきそうですね、と。いやー、これね。あと、コウモリもマジで大事っすね。うん。コウモリも。いや、これ攻めるのむず。あ、なんなら回ってないけど、ウッドアイスピで。はい。さあ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 。端前吹き矢とかで削るか、これ。削りがちできるかどうかですね。で、吹き矢は基本的に右サイドですね。ウッドで一緒に削れちゃうので。で、さっきみたいなアイスピとかで一緒にされると、ちょっと嫌ですね、僕としては。ふぅ、さあどうしちまおうか。おい、止める。あ、でもこれしなくていいな。このコウモリも捨てちゃって、毎回ディガー右側でもいいかもしれないですね。あ、対応が間に合わ、あ、間に合うか。でもコウモリめっちゃ入ってんじゃん。なんでだよ。そっち攻めようと思ってないんですけどね。うん。ファイブとか来たらもう終わる終わる終わる。ずっとで耐える。で、もうなんならこっちでいい。なんならこっちで。あとはコウモリがいい感じにね。ファイブ来んな。ファイブ来ないことだけ祈って。あ、めっちゃいい。なんかめっちゃいってる、めっちゃいってる。相手さては、アイゴレをミスった説がないこともなさそうですね。アイゴレのバカはどっちで。で、僕としては、あとは気合で。ファイブボーイが一回来ると思うので、コウモリを出さない。いや、高めでいっか。高めに止めちゃって、いやでも強い。アイスピ強いな。なんか、アイスピとかってマジでクロスぐらいにしか入ってなくないですか。だからアイスピを使うっていうことが僕あんまないんですけど、マジで。よいしょ、あん、飛ばないけど、みたいなね。さあ、というわけで、これはね、グッドゲームなんじゃないですか。さては、回転がマジで速すぎることによって、相手もちょっとついてきにくい説がね、ありましたと。いう感じですね。まあ、何に負ける？ラバルか。ラバル、きつい気がするんですけど、ファイボザップとかならいけんのかな。やだめザップ型のラバルだと、ちょっと苦しいんじゃねえ感があるんですけど、まあ、でもなんか、本当に、こう、昨日のリプレイを見た人はわかるんですけど、ゴレにもラバルにも勝ってたし、なんだ、三重士とかにも勝ってましたし、タルザップとかにも勝ってましたし、言っちゃえば本当に何にも負けないんだなっていうようなデッキですね。まあそんなことはないんですけどね。普通にさすがに相性悪いとか絶対きついとかもあると思うんですけど。すごいですね。なんかスケとかコウモリの活躍量がね、違いますね、マジで。よいしょ。あ、この人ね、なんか名前が独特っていうか、慣れてるメンヘラちゃんって覚えてるんですけど、なんとキョスケスケラなんですよね。なんかハネハネさんデッキっぽい、デッキを使ってて、スペルがトルネウッドみたいな。そう。メンヘラちゃんと覚えてるんですけど。さあ。おー、いや、めっちゃいい。たまたま、あ、なんで延命できないんだ。スケラが来る？ワンチャン。さあさあ、前半できるだけ稼いでいきたいですね、僕としては。で、スケアイスピを無駄にしないようにやっていきたいですね。今のもう、2枚もいらなかったんじゃね？感がすぐあるんですけど。本当に。スケアイスピを無駄にしないように。で、これに、まあ、言っちゃえば、スケラを打たれるんですよね。なので、まあ、僕としては、で、一旦逆サイに顎で持っていきます。で、上を溶かしつつ、ヤナアミが来るかもしれない。で、この間にウォールブレイクを飛ばして、オッケー。で、なんならこっちに、リガーもつなげて、あ、相手めっちゃ言うとですね。いや、でもめっちゃ良くない？さあ、いい防衛。あー、キングキドウでけえな。このデッキでキングキドウされるのはちょっと辛いですね。まあ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 、まだいけますよ。相手も別にめっちゃ高回転なわけじゃないんで、トルネウッドですね、しかも。トルネウッドだけなので、なんならきつい。で、ベビーを咲かせて、ゴブゴヤが間に合わない。いや、間に合うんかい。まあ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 。まあまあ、ウッドで削り、あ、ゴーキー。あー、ギャー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 。回転速くてちょっと怖いんですが、コスト。なんかね、マジで高回転使ってると、もう攻めすぎてるんじゃないかっていう、このね。まあ、でも、さすがにこの2周目オールブレイカーは止まんないですね。はい。ワンチャン？耐えるのか？耐えてくるなよ。耐えてくる。で、ベビーが来るんすけど、アイゴレが必須ですね。アイゴレ持ってきて、オッケー。
で、トルネットしかないので、マジで僕のこの、吹き矢コウモリ系がマジで相手しんどそうですね。めちゃくちゃ、想像以上にきつそうというのがまず伝わってきます。で、僕としても、あの巨スケがちょっとめんどくさい。で、ユニットはあんま無駄にしてないですね。今回、スケアイスピあんま無駄にしないように頑張ってるんですけど、どうでしょうか皆さん。マジ、1コスですらね、ちょっとしっかり大事にいきたいというのがありますね。これ、ベビー嫌だな。来ない。さあ、ウッドで、アーチャー処理しつつ、いやー、吹き矢がやられるが、そう、なかなか苦しい。なかなか苦しい。これ、お前どうしろってんだ。まあ、ディガーで削るでしょ。で、ウッドも裂きつつ、端前にベビーも来ると。で、これベビーを、頑張って耐えます。よいしょ。さあ、ウッドも使いつつ、で、キョスケの爆破ぐらいなら上げます。オッケー。いいよ。で、なんならスケート。あー、このコウモリ、無駄にしてるー。さあ、吹き矢からのウッドで、タワーにダメージ与えたい。これスキーいるな。なんなら、で、ウォールブレイカーやってもボムタワーが、ゴブ超え来るので、一回コウモリで我慢して。オッケー。いやー、あのゴブ小屋マジで厄介。厄介すぎん？あんな厄介な声ある。よし、コウモリもある。いや、守りすぎなんですよね。もっと攻めないといけないの。僕はね、守りすぎてる。もう一枚出す間に、ディガーをつなげないといけない。こうっすね。ここで、なんだろ？オッケー。いい、もう、イケイケどんどん。オッケー。吹き矢出しとけば、相手からしたら絶対的に地獄。で、低めにコウモリして、やべー、来た、危ない、カット、今絶対負けたと思った。最後何起きてるかマジでわかんねえな。でも、あんぐらい、なんか、守りすぎてたっすね、多分。ディガー飛ばしてから、アイゴレ吹き矢、スケアイスピで、もう、ディガーは回ってるんですよね、僕に回ってるんですけど、そこで、多分、ウッドとか、コウモリとかを使ってたんですよ。ディガーがすでに手札にあるのに、4枚言ったらね、ディガー使ってから4枚カードを使えば、さらに手札にまたディガーが戻ってくるんですけども、そこで、ディガーを飛ばさずに5枚目の僕は防衛カードをわざと出してたんですよね。だからそこでディガーを飛ばしてから防衛っていう順番を変えれば、多分相手がディガーにね、もっともっと反応できずにというか、攻めがね、入っていたと思います。なので、そこちょっと意識しつつね。で、これ、ウッドじゃなくアイスピで耐えてるな。うわー、うんまー、これ。めっちゃうまく見えるっすね、今の。まあ、ゴブリン、ウッド、ボムタワーバルーンとかだったらなえるな。今回は、ウォールブレイカーにディガーも添えてあげて。バルキリーゴブリン。バルキリーゴブリントルネウッドってなんだ。クロス、でも、クロスだったらあれだと思うんですよね、僕。違うの？ん？なんだこれ？なんかわかんねえけど、すげえなんか辛そうなのに来ましたね。で、これウッド使って防衛したいですね。こういうダメージ痛え。なんならこれ。よし。で、トルネか？いや、すっげえ苦しいですね。で、バルキリーのターンなので、アイスイズバルキリーかアイグレウォールブレイカーアイスピーしちゃってもいい気がするんですけど、どう思いますか皆さん。アイグレウォールブレイカーアイスピーで、バルキリーでしょ？相手もめっちゃ、ホグファルチェだ！うわぁ、最悪だ。ホグファルチェなんて時まだいたんだ。さあ。なんならトルネがまだ回ってないので裏にします。ホグファルチェのアイスイズ版ですね。
いやいやいや。で、これを、オッケーオッケーオッケー。コストが多分ない。いや、2コス？いや、間に合うか？一発、一発入んねえか。くぅ、なんだ？なんで？ホグファルチじゃない、遅延ホグ。遅延ホグ？いや、でも、アイスピゴブリンですもんね。なんかとりあえず嫌なデッキですね。とりあえず嫌なデッキが来たって思ってきましょうか。よし、まあもう攻めるしかないですね、本当に僕としては。で、ウッド咲いたら他も周りも使って、よし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 。いや、めっちゃいいアイスピ。やっぱアイスピがでかいですね。いや、てか相手もうめえんですよね、マジで。で、僕はこれを、ここでアイスピを使えれば、うわー、めっちゃいい取るね。まあでもトルネ使った。あ、てか、なんなら勝てるんじゃね？なんか左側ダメージ追いついてきましたね。うわぁ、お前もいたんかい。お前もいたんかい。あ、てか、お前やれるんかい。うわぁ、これやだなぁ、マジ。吹き矢出して、ウッドで、ウッドと周りで、ちょっと耐えて。耐えて耐えて耐えて、痛えな、お前。お前、ファルチ投げ投げ投げかま。さては、鬼キツ？なんかアイスピゴブリンが。やべ、ああ、痛えよ。お前、なんで？さっきまでめっちゃ良かったのに。で、これでゴブリンか。あ、ロケット。ホグ？あれ？アイスイスいなかったっけ？俺のただの勘違いか？さっきの試合。うわー、ホグファルチか。普通に負けたっすね。普通に。まあ、さすがにきつかったのか。全然愛せず、どこにいたんだろう。いつの話をしてたんだ、俺は。いやー、悔しいな。言うても悔しいっすね。まあ、けど、なんかね、結構、やってて苦しいっすね。という感じで、まあ、多分、ラバルの矢なめ系とかも、まあ、でもやればわかる。めっちゃきつい系だと思うんですけど、まあ、勝ち目がないこともないかなという。この方も最初ちょっと、あれいけるんじゃねって感じもあったので、ちょっと皆さんもね、また使ってみてください。というわけで、お手本でね、昨日のね、動画ぜひ見てみて、皆さんもね、真似して、スケとかアイスピとか無駄にしないように頑張ってみてください。というわけでおります。よければチャンネル登録、コメント欄もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。